はい、どうもこちら、沖縄の月です。さてと、はい、今日も岸、藤井の子の葬儀トレーニング、はい、もう全然勝てなくなってるんだけど、いきます。今回からですね、まあ、ストーリーの方、ちょっとあれレッスンに答え、あ、これはいいんで、これはいいんで、はいはいはい、別にいいです。はい、レッスンの方は、レッスンじゃない、ストーリーの方はちょっとまた後回しにして、本日からレーティング戦でやっていこうかなと思っております。で、その前に今日の戦法いきます。ストーリーをちょっとね、もう置いてくれ、ちょっと勝てなくなってるから。はい、反省会も兼ねて、レーティング戦でいきます。レーティング戦だと結局ね、はい、寄付券等も見れるし、まあ、どこがまずかった、あとそうだ、言われたのが、あ、これか、 CPU 感染モードで、CPU たちの戦いを見るのもいいんじゃないかっていうアドバイスもされたんで、そうだね。これ例えばさ、じゃあ例えば自分が大体7級だとして、これもなんか、で、こっちも7級で、これで見ることができる。了解です。これはちょっと勉強の時にやります。というわけで、今日からいきます。レーティング戦。現在私7級にいます。7級。全体見るとどう？4段まであるのね。まあ、とりあえず年内に初段までいけるように頑張ろう。目標、年内初段。いきます。はい、というわけで、レーティング戦、いきます。はい、対局開始、いきましょう。へんてこぽんぱこさん、よろしくお願いします。対局を始めてください。相手8球か。あれ？先手六六歩、後手六二銀、先手七七角、後手三四歩、先手七八銀、後手四二玉。はい、これでいって、四間飛車。もうやっぱいろいろ考えたけどね、四間飛車以外の戦法をやると、まだ慣れてないから、ダメ。同じく銀後手22銀先手86歩先手88飛車後手86歩先手同じく銀後手52金右。あっちの銀を取ると玉に取られるから何もできないっす。どうしよう。先手四八玉、後手三三銀、先手三八玉、後手一四歩、先手二八玉、後手一五歩、先手三八銀、後手四二金寄る、先手五八金左、後手二二玉。先手四六歩、後手三二金上がる、先手四七金、後手五三銀、先手三六歩、後手四四歩。
どうしようかな。多分このままこっち行って。六八飛車。後手九四歩。いや銀が、これ前出したら銀が来て、歩が来て、歩取られて、で飛車取り行ったら銀に取られるよね。じゃあ次にこっちに行ってさ、これ銀取り、ん？銀を取る、銀を取る、銀を取る、銀を取っても金に取り返されて終わっちゃうし、かといってこっちも何もできないし、困ったら困ったら。この桂馬動かしちゃうと銀が飛車に取られて終わっちゃうし、この飛車取りたいんだけど。両取り？うん。先手7一角。後手7二飛車。はははは。うん。はい、こ飛車。銀取られると金に取られて。くっそ。もうこの角ダメだ、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 これもう。どうにもならん。うん、他のことやったら次で絶対飛車に取られるし。銀取っといて、金に取られて。先手5三角なる。後手同じく金。どうしましょう。先手8三銀。あれ動かなかった。金寄る。はい、まあ、いただきます。飛車もらって。先手7二銀なる。けど角が2枚向こうに行ってんのに気持ち悪い。先手8一成銀。後手9五歩。それでもってこう行って。先手6四歩。後手同じく歩。先手同じく飛車。後手一六歩。で強者が多分来る。同じく歩。来なかった。後手一七歩。先手同じく強者。いやこの強者の後ろが。大丈夫か。強者。先手五四飛車。後手六七角。先手四八金上がる。後手七六角なる。先手五八桂馬。あ、後手五四。しまった。先手五六飛車。後手六五馬。先手五一飛車なる。後手六九飛車。先手九一成銀。後手六八飛車なる。先手九二成銀。後手二五桂馬。あの竜に金が取られそうな気がして。
ですね、困ったなーって感じ。ないな、もう、いや先手同じく強者、うん、取られるよ。後手同じく強者、取られたよ。どうしよう。何もできないような気がしてんだけど、何もできないの。うん、まあ引きって言うんだったらこうやってこうやって、こう強者が来なかった。うん、あっちに角打たれたらどうしよう。うん、金が取られるような気がする。あ、角ちょっと待て、ちょっと待て。ここに書くの、これ邪魔。どうすればいいですか、マジで。なんでこんなことになっちゃったの、なんでこんなことになっちゃったの、ちょっと、この金がもし動いたとすると銀が取ら銀が馬に取られて、全然ダメです。先手6、7、強者。あ、ダメだ。はい、終わりました。負けました。7球なのにはっきり負けました。はい、どうしたか。ちょっと待って。反省会。やっぱむっちゃ最近弱くなってるわ。はい、へんてこポンパコとかやった。へんてこの名前の人に負けたっす。では反省会いきます。寄付検討。はい、蒼太先生、添削お願いします。はい、添削お願いします。どこからまずかったかなぁ。あそこに銀が出てきたことで、こっちは角全く動けなくなって、だからいつものパターンで角取り行くとか、もう、あそこに銀打たれた時点で何もできなくなったの。で、あとはもうずーっと押されて、で途中でなんか一旦盛り返してるんだよ。で、ここからミスってる。どんどんダメ。問題を作ってみました。問題ができてるの。はい。で、とにかく、ここらはまだ普通にこう動いてるわけですね。で、これで、試験飛車完成したところで、悩ましかったの、ここ。銀を出しとこう。3八銀出して、そうすると。まだここは、ここから。悩ましい手ですね。だって角が打てなかったから。悩ましい手ですね。7八金。金を出す。向こうも金が動いて。4八玉。で、こういって、悩ましい手ですね。悩ましい手。
ここで桂馬出したの。うん、悩ましい手ですね。いやー、飛車が桂馬取りに来てくれればいいかなーなんて思ったんですよ、この時は。そうすると同金で、はい、うん、そうか、そういう可能性もあったね。何ここ、悩ましい手ですね。悩ましい手、悩ましい手ですね。え、8三歩、飛車に取られます。角を打ちます。飛車が戻ります。角が鳴ります。うん、あ、ちょっと問題、問題を作っていました。え、はい、挑戦します。ここで、え、盤面の左上に注目して叩きの歩を探しましょう。叩きの歩、左上。いや、ここに歩だとしてもさ、ここ、いやいや、正解なの、素晴らしい。あ、え、正解、え、うん、悩ましい手ですね。悩ましい手ですね。飛車こっちに行ったのダメ。悩ましい手ですね。三八三歩同飛、そうそう、飛車こう。七二角。うん、角成り。これ問題が。問題を作っています。問題を作っていました。八四歩、はい、うん、この状況で、あれ、ここを探してみよう。左に注目して、ここしかないんだと。はい、大変よくできました。タレフってなんだっけ。問題を作っていました。悩ましい手ですね。悩ましいっすか。悩ましい手ですね。悩ましい手ですね。いや、そうすればこう突破できて向こうに入り込めるかなと思ったんだけど、で、飛車がね、成りに行けるんじゃないかなと思ったんですよ。あ、また問題だ。悩ましい手ですね。悩ましい手ですね。問題を作っていました。はい、行ってみよう。ここで、はい、さっき正解見ちゃった、両取りで。で、これだよ、これが一番ダメだった。ここに桂馬を動かした。厳しい手でした。うん、これがダメだった。五一左。なるほどね。で、ここからもうガタ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 っと落ちてって、難しい手ですね。どう、この香車取った方がいいかなと思ったの。わかんない、わかんない。で、ここ、ここで、これがもうダメ。難しい手ですね。こうやってまだいけたんだね。はい、というわけで、まあ今回は、ちょっと、こんなところで終わります。なかなか上達できねえわ。悩むっすよ。はい。というわけで、今回この辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、アドバイス、よろしくお願いします。それじゃあ、また。